ニコラス・ポール・プントはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の元プロ野球選手。1998年の MLB ドラフト21巡目でフィラデルフィア・フィリーズに入団。2001年メジャーデビュー。この年は4試合のみの出場に終わったが打率400を記録した。2007年3月17日2003年12月3日にエリック・ミルトンとのトレードで カルロス・シルバとボビー・コレッキーと共にミネソタ・ツインズに移籍。2006年は1本塁打ながら打率。290.45打点、17盗塁と自己最高のシーズンを送り、シカゴ・ホワイトソックスのオジー・イーエン監督にピラニアと称されたしつこいツインズ打線を牽引した。2007年は開幕から肖像類種としてプレーするも打撃不振に陥ってしまった。 ルイス・カスティーヨをシーズン途中で放出したこともあり、二類種と遊撃種もこなしながら自己最多となる150試合に出場し、16、盗塁をマーク。だが、打率、210、出塁率、291と自己ワーストクラスの成績に終わった。2009年にはイタリア系アメリカ人ということで、第2回 WBC イタリア代表に選出されている。 2011年1月21日にセントルイスカージナルスへ移籍した。この年、自身初めてワールドシリーズを経験した。2011年12月14日にボストンレッドソックスへ移籍した。2013年5月29日2012年の8月25日、ジョシュベケット、エイドリアン・ゴンザレス、カール・クロフォードと金銭とともに、ジェームズ・ローニー、イバン・デヘスウス、 アレン・ウェブスターと後日発表の2選手とのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2013年には2大会連続で第3回 WBC イタリア代表に選ばれた。2013年11月15日にオークランドアスレチックスと1年契約を結んだ。2014年は主に内野のバックアップとして起用されていたが8月3日に 右ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。9月9日に復帰。この年は73試合に出場し、日本塁打14打点3盗類、打率207だった。オフの12月19日に放出された。2015年1月7日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。しかし2月20日に引退はしないものの、このシーズンは、 プレイしないことを表明した。バントなどの小技もうまく、守備は、セカンドサードショートでの器用が主だが、リフトでのプレイ経験もあり、とても器用な選手である。ありがとうございます。